さあどうもディープノースのケイトです。藤です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで今回はまあね、はい、EKL の時の動画と背景が変わってへんと思うんですけど、はい、まあ、後撮りなんで今回は後撮りの後撮りじゃなくて後撮りなんで、はい、京都で今回は赤丸スケートパークに行ってまいりました。よいしょ、はい。まあ俺ら赤丸スケートパーク初めて行くんですけどね。そうやな、できてからちょっと経ったよな。そう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 、期間空いて空いてもったけど、そう意外と長い間行かんかったよな。うん、まあ東大阪だったらちょっと俺らのおるエリアと遠いっていうところあるけど、うんうんうん、まああと室内だからね、お金もかかるし、どうせなら雨の日ってことで。そうです。まあこの日雨降ってたからちょうど赤丸行こうっていうことでね、うん、滑ってたんですけど、まあ動画をとりあえず見てもらえれば。そうやね、特に言うことはないね。特に言うことはないです、うん、まあエンディングで言いたいこといっぱいあるから。そうですね、はい、って感じで早速いきましょう。レッツゴー。お母ちゃん、キッズが大変多い多いです、非常に多い。マリオボロキッズはあるマリオボロまだ盛り高い。喜びの舞 MP 吸い取られそう。はい、って感じでね、いかがだったでしょうか、うん、ちょっとね滑るの楽しすぎて全然動画回らんかったよね。いやマジで、うん、あの練習しすぎた。そう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 、めちゃめちゃな、うん、練習になんねん。うん、練習しすぎた。そうそうそう、オルコも上手いからバイブ下がるしさ、うん、ただちょっと雨の日に行ってしまったからめちゃめちゃ人が多くて難しかった。そうやな、みんな結構ガンガンやったしな。そう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 、だからね、まあ、雨の日に行くのはあんまりおすすめせえへんねんけど、普通に雨降ってへん日やったら、めちゃめちゃいい練習になるパークかなと思うわ。うん。そうやね、なんでもあるしね。そう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 。ダウンレールもダウンレッジもあるし。初級者から上級者までみんな行けるって感じだな。なんかめちゃめちゃ初心者レッスンみたいなやってるって書いとったし。あ、そうそうそう。もし今から始める人とかもな、行きやすいパークかな。レッスンを応募してみたりな。うんうんうん。ただ上級者の上級者ぐらいに行くと、まあ、新たとかさ、なんか、大きいダウンレールが低くてやりづらいな、言っとったな。俺らマジ全然わからんけど、あの、低くて逆に怖いって言ってた。そう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 。意味わからん。俺らマジで入れへんからわからんねんけどな。うん。うん。そういうのはあるかもしれへんな。うん。ただマジで、もうなんか、ひたすら基礎練っていうのにちょうどいいパークやと思うわ。そうやな。基礎練もできるし、ちょっと新しいこともできるし、そう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 。マジで、
程よい。俺らあんだけ広いパークにおってずっと同じレッジしこってたもん。うん。しかもなんならなんかずっとバックワンの練習しとったからさ。いや、あの日ちょっと知り合いがおってな、バックワンが死ぬほど上手いやつがおって。そう。フラットやばってなって、そうそうそう、なんかポップショービットとかなんかバックワンとかやって、ね、え、これ俺ら今やること絶対ちゃうやんって言いながら一生フラットして。全然赤丸と関係ないことはやってた。うん。まあ、でも動画はちゃんとあれやったから。そう、動画はちゃんと赤丸の動画もあってるし。まあビッグがよう滑ってくれたな。そう。まあね。まあなかなかいつも頻繁に滑る子じゃないんやけど、うん、まあ、死ぬほど上手いし、可愛いからな。うん、可愛い。可愛い。撮らしてもろてな、マジでエグかったな。まあ見てもらったからわかると思うんやけども。そうやね。まあそんな感じかな。そうやね。今日の動画がいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントと、まあ、よかったら拡散もぜひぜひしてください。はい。ではじゃあ次回の動画で、バイバイ。バイバイ。